はい、炭酸水好きな俺のシュワシュワ動画始まりました。今日は、こちらサンガリアのアマゾンで、ランキング1位だったかな。伊賀の天然水の強炭酸水です。こちらは、安かったんで買いました。俺ワンケースで買ったんですけど、500cc で、値段が1400円ぐらいだったかな。24本入りで1400円。原材料名が、水かっこ香水と、炭酸。容量が 500cc。 製造者が、株式会社日本サンガリアビバレッジカンパニーで、ここちょっとあれなんですけど、気になったんですけど、この栄養成分表示のところに、00000と書いてあって、他はゼロなんですけど、食塩相当量が0から0.04g と書いてあります。食塩が若干入ってるのかな？まあでも原材料名には食塩と書いてないということは、原材料名に書かなくていいレベルの、微量入ってるのかもわかりません。それでは飲んでいきたいと思います。まあ、結構評価がね、すげえ、サンガリアにしては、そもそも原材料名に大体なんかマグネシウムとか入ってるのが大体サンガリアの、あれなんですけど、これは水と炭酸しか入ってないんで、割とそこは、いいんではないかな。えぐくはないんではないかなと。カピー。うん、強炭酸っぽいですね。うん。ちょっと酸っぱい。伊賀の山々が、育んだ清らかな天然水を使用。強い刺激とクリアな爽快感と書いてあります。確かにちょっとしょっぱい気がするな。そう言われると若干しょっぱい気がする。やっぱ塩入ってんじゃないか、これ。ちょっと酸っぱいような、酸っぱいというか、しょっぱいのか酸っぱいのか。若干確かにしょっぱい。サンガリア。サンガリア強炭酸水と。伊賀の天然水強炭酸水となってますが。ガスボリュームが 5.0。ガスボリューム 5.0 らしいですね。あ、やっぱちょっとしょっぱいな、これな。まあ値段は安いんで。アマゾンで、値段1422。24本入りで1422円と、1本59円という。クソ安、激安価格だったんで。まあ、でも値段のことを考えれば、まあ買いではないですかね。うん。まあ若干しょっぱい気はする。ただほぼほぼまあ、でも俺酒で割るんで、だいたいまあしょっぱくても大して、まあぶっちゃけな話、大して問題ねえはねえんだけど。まあ、でも、レビューも、すげえ、294件中 4.3 星なんで。まあまあ。うん。
ちなみに賞味期限が2018年の10月の20日となってます。まあ、あと5ヶ月ぐらいしか持たない。まあ、持たないけど。まあ、5ヶ月、俺2、3ヶ月で飲むから。問題ないな。うん。まあ、問題ないっしょ。まあ、でも、値段的に考えりゃだいぶ安いっすね。ああ、これ四つ星、それではご視聴ありがとうございました。